惑星物理学とは、惑星の生成や進化について、物理学的手法を用いて、研究を行う学問のことである。もともとは、地球物理学から始まったものであるが、1969年に、メキシコのアインデに隕石が落下したことによって、小惑星及び、微惑星の起源と進化についての知見が生まれたことによって生じた学問とも言える。また、 アメリカ合衆国によるアポロ計画によって月から持ち帰られた月の石から得られた地球以外の天体の生成に関する知見から生まれた学問でもある。初期においては比較惑星学と呼ばれていたが、この故障の由来は地球以外の惑星と地球という惑星を比較することによって地球そのものの成り立ち及び太陽系にある惑星の成り立ちについて、 比較研究を行うことによって、より地球及びその他惑星についての知見を拡大できるものとして提案された学問である。NASA やロシア等の惑星探査機の活動によって、地球以外の惑星について直接探査が行えるようになったことも、この学問の進歩につながったと言える。近年においては、コンピュータの能力の向上及びシミュレーション技術の進歩により、 仮想的な原子太陽系成分から惑星の生成や月の生成等についての研究も行えるようになってきている。ありがとうございます。